おはようございます。8月12日9時40分モーニングショットをお届けしたいと思います。まず本日の売買方針、ドル円に関しましては買いです。106の40割れたら打診買いでもいいかなというふうに考え、差し値を3020ゾーンでイメージをしました。ストップ106円ちょうどで、利食いは106円の85で、イメージをしております。今日の動きもユーロドルに振らされる展開になる可能性があり要注意ということでコメント書きました。実際に 1.1740 台から今 1.1726 近辺まで下がってまいりまして 1.1722 昨日の安値を割って20割れからはストップがあるだろうという可能性が高い。それをヒットすればドル円は高値を更新していく可能性が高いのではないか。特に昨日はですね 1.17 の朝方の22をやってからユーロドルが大きく跳ね上がり 1.18 の丸9やって 1.1777 もう一回 1.18 の丸7やってそれで潰れてきました。朝方の 1.17 の20台への突っ込みがあったから夕方から売り上がって捕まって切ってひっくり返して逆にですね上でロングができてそれの投げが出てるという状況です。でもう一回これで 1.1720 割れてくるようだと 1.17 割れのところ一番大事な 1.16 の9596レベル 1.16 の9695レベル、これが割れるようだとやっぱり 1.16 台結構走ると思います。その時っていうのはドル円が上がって106円のその後半7円に近いところまで上がるかもしれません。今日はユーロドルが主体になって、ドル円の方も動くのかなという気がしております。方向性としてはドル円は買いで、イメージをしています。ユーロドルはもともと 1.175565 で売りからで 1.1790 にストップを置きながら 1.16 の95抜けたら 1.1660 まであるかというようなイメージで売り先行で、ユーロ円は基本もみ合いだと思います。で124円の9080で買って124円の60で損切りを、利食いを125円の4555でイメージをしました。ポンド円ももみ合いだと思います。138円の8070で買いでストップはタイトに138円の60で、利食いは139の6575でイメージしました。OGA 75円の9080で、買いからストップ75円の60で、利食いは76円台4555のイメージです。ニュージー円、69円の7060で、買いからストップは69円の、すいませんこれ、69円の、50に置いて、利食いを70円の4050でイメージをしております。やはりユーロドルの下トライ、失敗してまた戻ればですねドル円も下がってくる可能性もあってですねまだ決め打ちはできないです。ただ 1.17 の、今26ぐらいから30戻ってきましたが 1.17 の、40台とかできればその5565売りたいですけどそこまで上がらないとすれば40台打診売りをしてみるかなとそんなようなイメージも持っております。本邦のお休みで、参加者が少ないアジア時間、輸出さんの売りオーダーはもう昨日は68までついてる、70から上がついてない7075、8085と上あると思います。なのでよっぽどそのドル円単体のショートカバーだけでやっぱり厳しくてユーロドルの下攻めとか何かしらがないとやっぱり上をこう元気よく買っていく動きにはならないのかなと思っています。ユーロドルの本当に動きを注意をしながら、ドル円の方押し目買いをしたい、あんまり追いかけて高値は買いたくないなという気持ちが強いです。それでは本日何かございましたらまたよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。